はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、下北沢にございます肉丼のお店来ております。こちらのお店で、以前3年ぐらい前に高田馬場の方のお店でも 5.3 キロぐらいの肉丼をチャレンジしたんですけど、こちらのお店でも新たにこの 2.4 キロのね、このマックス丼というお肉のねチャレンジメニューができたということで連絡をいただいて早速挑戦に参りました。乗ってるお肉の方がローストビーフランプで、豚トロに油淋鶏に旨煮と各種で美味しいお肉がもう勢ぞろいしている丼でして、ただ今回ねちょっとお店さんの方からは最速やっちゃってくださいって言われたんで、本気でね挑もうと思っております。まだねチャレンジャーがいないってことなんで、どれぐらいの記録が出るか僕もねちょっとわからないんですけれども、本気で挑んでいきたいと思います。で、制限時間の方が25分で、成功の場合、5000円の商品券で、失敗の場合ですと4500円のお支払いとなるそうです。はい、ルールはこんなもん。早速チャレンジに取り掛かりましょう。はい、3、2、1、スタート。はい、すいません、いただきます。いただきます。よいしょ。じゃあちょっとごめん、マジでいくわ。マジでいいよ。ローストビーフすごい。これ肉うまっ。
様です。全部めちゃめちゃお肉うまいんですよ。味もねしっかりついてるんですけど、急ぎすぎて何のお肉だったかよく分かってないですなのでちょっとねこの後ねチャレンジのメニューだけではなくて普通のね丼の方も食べていこうと思います。はい、ということでただいまね通常の丼が到着いたしました。で今回ね2種類注文させていただいたんですけど、こちらが英語のね黒毛和牛を使ったステーキ丼でございます。こちらがイチボですね。両方とも台で注文しております。よいしょ、ちょっと早速ですね、いただきます。ちょっと我慢できないよこれ。お肉見えるかな、程よくねレア感が残ってて、めちゃめちゃうまそう。うまい。この黒毛和牛の方ね、そのまんまでも塩コショウの味付けがついてるんですけど、別途でソースをいただいたんで、かけるんじゃなくて、つける方式で食べるそうです、これが。続いてこちら、イチボですね、はい。イチボの、ね、味付けがめちゃめちゃうまいです。このイチボの味付けに使われているのがオニオンソースなんですけど、オニオンにねしっかりと火が入ってるんで甘みがかなり強くて、イチボのね赤身の感じとめちゃめちゃ合うね。てか赤身だけどすごい柔らかい。はい、ということで、ただいまね、2種類完食いたしました。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね、チャレンジメニューと、通常のメニュー、肉丼ですね、2種類、いただいてきました。チャレンジメニューの方も、この通常の丼の方も、とにかくね、どの部位もお肉が柔らかい。味付けもね、かなり美味しいし、もちろんね、さっぱりしたものもあれば、ご飯に合うような甘辛なね、どっしりとした味付けのお肉もあったりして、メニューがね、たくさんあるんですよ。で、このね、詳しいメニューについては、概要欄の方にホームページ記載しておきますので、ちょっとね、気になった方は、ぜひそのホームページから、メニュー表見てみてください。多分、肉丼の多さにびっくりすると思う。で、なんとね、お得情報があるんですけど、僕がチャレンジした、このチャレンジメニューね、成功した場合、この5000円の商品券がいただけるんですけど、僕この商品券ね、ちょっとお店にプールします。次、成功した方のみ限定で、この商品券ね、1万円分がいただけるってことなんで、もうぜひね、これ皆さんチャレンジしに来てください。ただね、これ僕動画で、プロが1万円持ってったらがっかりするんで、その人プロだったら1万5000円にして帰ってください。はい、ということで、以上、ラスカルでした。じゃあねー。